今日は2021年度個人投資家買い越しランキング第2位の武田薬品工業の株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の山川和明です。第3位だった日本製鉄に続けて2021年度個人投資家買い越しランキングにランクインした銘柄の株価見通し解説をお届けしていきます。ランキング第2位は武田薬品工業です。言わずと知れた国内製薬メーカーダントツトップの企業となります。2019年にアイルランドのシャイアを買収してからは世界売上トップ10の仲間入りも果たしています。このような企業規模の大きさと配当利回り 5% の高配当を魅力に個人投資家の買いが集まったと思われます。高配当が魅力ということもあって個人投資家さん関連のランキングには航空株と並んでランクインすることが多いですし、 YouTube ライブでも見通しを聞かれる機会が多い銘柄です。個人投資家に引き続き人気の武田薬品工業の株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずは武田薬品工業のビジネスモデルを紹介します。武田薬品工業は1781年に創業、初代大宮長兵衛さんが幕府の免許のもと日本の薬種取引の中心地であった大阪土庄町で和漢薬の商売を始めたのが始まりです。高い品質の薬を提供し続けることにこだわり抜き、いかなる時も自らの仕事に誠実に取り組むという創業者が残した事業のあるべき姿は武田イズムとして深く根付いておりまして、今日まで継承されています。1962年に台湾での製造販売会社を設立したことを皮切りに、その後フィリピン、タイ、インドネシアなど東南アジアに製造販売子会社を設立していきます。1978年にはヨーロッパに進出するなど海外進出を果たしていきます。2002年3月期で日本の製薬会社初の売上高1兆円超えを達成するなど業績が絶好調で、国内製薬メーカー首位の存在を確固たるものにしていきます。この間創業家出身者がトップを率いてきたんですけども、武田邦夫さんが最後となっています。2003年には生え抜きの長谷川康親さんが同族経営の歴史を破る形で社長に就任しています。そして2014年以降はフランス人のクリストフ・ウェバー社長のもと、消化器系、中枢神経系、がんなどに研究開発を絞り込む改革を推進しています。武田薬品工業はグローバル化を目指して2008年のアメリカミレニアム社、2011年のスイスナイコメット社、2016年のアメリカアリアド社など海外の製薬企業の大型買収を続けてきました。しかし企業買収の効果、グローバル化のあり方について現経営陣への創業家一族や元経営幹部などからの追及で株主総会が紛糾した経緯があります。2019年1月には希少疾患薬で世界首位の欧州大手シャイヤー社を6兆円で買収、売上高3兆円超のメガファーマの仲間入りを果たしました。一方創業家がトップだった時代には無借金経営が売りの武田薬品工業だったんですけども、大型買収などによる巨額の有利子負債を抱える企業となっています。現在研究所の再編や資産売却によって有利子負債の圧縮を急いでいるんですけども、主力製品の相次ぐ特許切れによる減収、これに代わる新薬の創出ができていないなど課題は山積しています。足元ではがん免疫療法のパイプライン強化へ投資を加速しています。2019年のシャイヤー買収で膨らんだ負債を圧縮すべく、国内外でノンコア資産の売却を続けてきたんですけども、ここ1年で相次いでがん免疫療法を手掛ける企業3社を買収すると発表しました。いずれも数年前から共同研究を続けてきた企業で、その成果を踏まえてオプション権を行使するビルドトゥーバイの買収となります。国内では京都大学の iPS 細胞研究所との共同プログラムで iPS 細胞由来の CART 細胞療法などを開発中です。昨年9月に2024年度までの承認を見込むウェーブ1のパイプラインで、がん領域初の製品となる肺がん治療薬の承認をアメリカで取得しました。一方で2022年度の承認を見込んでいた NAE 阻害薬は、高リスク骨髄形症候群を対象とした P3 試験で使用評価項目を達成できず、骨髄異形成症候群と急性骨髄性白血病での申請を断念しています。武田薬品工業はミレニアム社やアリアド社などの買収でがん領域を強化してきました。今回新たな買収で加速させるがん免疫の分野は海外大手も着手しています。激戦区であることから開発をリードして主導権を握ることができるか、投資の成果が注目されています。続いて武田薬品工業の直近の決算内容を解説します。2022年3月期第3クォーターの決算発表なんですけども、売上高は2兆6957億1700万円、前年同期比 11% 増、営業利益は4624億6300万円、前年同期比 28.9% 増、
純利益は2414億1700万円、前年同期比 34.9% 増となっています。収益源となっている潰瘍性大腸炎薬エンティビオの成長とモデルナワクチンが貢献したことで、前年同期から増収増益となっているんですけども、研究開発費負担が重しとなっています。2022年3月期の連結業績予想について、売上高を3兆3700億円から3兆5100億円へ、営業利益を4880億円から5150億円へ、純利益を1843億円から2425億円へ上方修正しています。実質的な売上高の4割強を占めている14のグローバル製品が好調に推移していることで業績を牽引しておりまして、想定為替レートを1ドル108円から111円へ見直したことも要因となっています。また、エンティビオについてはピーク時の年間売上高予想を上方修正するとしています。従来は最大60億ドルとしていたんですけども、開発や特許状況から後発品の登場が当分の間は見込まれないとして見直すとのことです。武田薬品工業にとっては中長期的な収益の下支えになる可能性があります。エンティビオは武田薬品工業の中で最も売上高が大きい治療薬です。2022年3月期は前年同期比 25% 増の5380億円が見込まれています。従来は2026年までにアメリカや欧州での特許が切れて、その後は競合他社によるバイオ後発品が登場すると説明していました。しかし、現時点で他社による後発品の開発は実施されておらず、仮に開発が今後始まったとしても、臨床試験に3年から4年以上かかるのに加えて、武田薬品工業が保有する製剤化や用法、用量、製造法などの特許を侵害する可能性があり、その場合の法的手続きに3年から5年ほどの時間を要するとのことです。バイオ後発品が登場すれば売上高が急減するパテントクリフに落ちるとされていたんですけども、今回の見直しで2026年以降も武田の収益を支える主力役になる可能性が出てきています。続いて武田薬品工業の株価見通しをお伝えします。まずはここ3年間のチャートを見ていただきたいんですけども、コロナショック以降は3000台後半を挟んで、ボックス圏での動きが続いてきたんですけども、昨年10月6日に睡眠障害の治療薬候補について臨床治験を中断すると発表すると株価は急落、一時はコロナショック時の水準まで下落する場面があったんですけども、高配当株が買われる相場になってきたことと業績の上方修正によって株価は再び元のボックス圏の水準まで戻ってきたという状況です。武田薬品工業の本日の割値は3620円で、年間配当金は180円を予定しています。よって年間配当利回りは 4.9% となります。ちなみに武田薬品工業は株主優待制度を実施していません。武田薬品工業は2031年3月期までに売上収益5兆円の目標を掲げておりまして、睡眠障害治療薬は最も貢献が期待される新薬候補の一つと言われていただけに、業績はもちろん株価の行方にも大きなマイナスインパクトとなりました。巨額の負債を抱えながらも現在の稼ぎ頭であるエンティビオが収益を支える構造が当面続くと思われます。それまでに売上利益を稼ぐ新薬の開発を急ぐ必要があります。年間配当金180円は当面維持する方針なんですけども、一株当たりの利益を上回る配当金を支払っている状況です。減配は株価下落にもつながる話題ですので、減配リスクには要注意と言えます。製薬大手は特許切れ対応や新薬の開発に苦戦しておりまして、武田薬品工業に関わらず、アステラス製薬ですとか、以前にも紹介しましたけども大塚ホールディングス、そして認知症治療薬が頓挫してしまったエーザイなど、株価がボックス圏で推移している銘柄が散見されます。その中では武田薬品工業の配当利回り 5% というのは魅力的に映ります。配当利回りが下値抵抗線となると思われますので、今後も現在のレンジのボックス圏の動きが継続すると予想します。減配ですとか睡眠障害治療薬のような新薬の開発に影響する話題以外の理由で、ここを下回ってくる場合はおしめ買いのチャンスと言えそうです。ただ万が一減配となれば、減配後の配当金額によってそのレンジというのが1段階2段階と比例して下がると思われますので、注意が必要です。続いて武田薬品工業の今後の懸念材料についてお話します。まずは新薬の開発力です。武田薬品工業は売上規模は世界トップ10に入るポジションなんですけども、薬の開発においては苦戦を強いられています。
クリストフ・ウェバー社長は新薬の開発に向けて研究開発への積極投資の姿勢を見せているんですけども、例えば新型コロナワクチンの開発においても自社開発によるワクチンの実用化を早々に見送って、モデルナとのワクチンの輸入契約ですとかノババックスと生産ライセンス契約をする形に切り替えた経緯があります。今後の新薬の開発に関するニュースには目を見張る必要があります。そしてもう一つが資金力です。武田薬品工業の創薬資金力については1兆5000億円と言われています。シャイヤー買収などが寄与して10年前から2倍に増えています。しかし海外を見てみますと、ファイザーは約2兆5000億円、スイスのロシュは約3兆9000億円ありまして、有望な創薬の種を取り込む M&A ですとか開発販売権の取得のための資金力に大きな開きがあります。シャイヤー買収による有利子負債はまだ4兆円以上あります。資金力の差は製品力や新薬候補の数に現れると言われておりまして、武田薬品工業にとって創薬に必要な資金力ですとかネットワークの底上げが必要とされています。今日のまとめということなんですけども、主力薬のエンティビオが好調なものの、睡眠障害治療薬の治験が中止するなど厳しい状況が続く武田薬品工業。しばらくはそのエンティビオが業績を支える形で、武田薬品工業の魅力である高配当は当面維持される見通しです。しかし一株当たりの利益は年間配当金を下回っておりまして、突然の減配リスクというのには注意が必要です。株価は3700円ぐらいを挟んだボックス圏の動きが継続すると思われますので、配当利回りが 5% 以上になってくる3600円以下の水準ではおしめ買いのチャンスと言えそうです。今日は2021年度個人投資家買い越しランキング第2位の武田薬品工業の株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。